さあ、それでは続きをやっていこうと思います。ライブ直後の撮影でございます。ではね、前回ね、窓ガラスを貼ったんで、窓ガラスを今度ね拭いておきましょうね。まあこれから手が届かなくなってしまうんで、裏側っていうのは裏側っていうのは手が届かなくなりますので、ね、しっかり拭いて指紋を取っていただきましょう。ちょっとね、一つやること忘れちゃったんですけど、本当だったらセラミックコンパウンドとかでね磨いといた方が良かったなって思いながらね、まあ今だいぶ綺麗になってるんで、まあこれこのままでいいか。まあ触ってないんで綺麗になってる、いいかな。で、艶消しの場合は例えばこのワックスとかを窓ガラスに塗ったりしちゃうと、艶消しのところについちゃって、艶消し感がちょっとこうムラが出ちゃったりとかね、ワックスがつくことによってってなるのでね、ちょっと気をつけてやってみるといいと思います。なのでまあね、拭くぐらいが本当はいいです。だから最初にやっぱり本当はつける前にセラミックコンパウンドでみたいなのがね本当はいいんですよね。ではとりあえず合体させていきましょいよっと。いやー、今日ってまあね、タイムラグありますけど、ライブはあれでしたね、視聴者さんのね投稿画像をやって、まあその後にですね、これうまくはまんねえじゃん、先に前の後ろの方がいいのかな。その後ね、ちょっと私のね師匠も含めてメンバーさん限定ではありますが、ライブに参加してもらって、どこにはめるんだって感じがしたな。こうか、これではまったのか、これで引っかかってる。なんかちょっと難しいな。まあ多分でもこれで合ってると思うんだけど、でこれ前をよっこいしょ、パチッと入って、そう、師匠もね参加してもらってね、まあかなり二次会の方は盛り上がったんで、まあ良かったかなと思いますけれども、ちょっとこれいいよ、ここだけ入れたい、ここがいい、怖い怖い、はい、 OK、 いいんじゃない、これでいいでしょう。見てこの足元がないから、ちょっとこのチンチュクリンな感じ面白い。でこいつを、これは接着だから、これどうしよっか、見えなくなるところだから瞬着でいっちゃうか。ここね、本当は1枚落としてみたいな感じでると一番いいんだけど、ちょっとそうもうまくいかないので、瞬着でやっちゃおっかしらと。まあつけるんだったらこっち側だよな、つけるというか塗るんだったら、塗れる？ちょっとだけ、あんまりやるとね乾きがまた遅くなってしまうんでね。よし、こんな感じで。ただ瞬間接着剤は衝撃に弱い上に発火がしやすいので、ちょっと少なめにしておかないとダメですよ。少ないと衝撃で折れやすい、だけど多く塗ると発火しやすいっていうかゆいところなんだよね。まあゴーゴーってさせながら遊ぶもんじゃないから、まあいいとは思うけど、まあなんか幸いのことに今つけてみたら反りとかがあって、こうね4点しっかりくっつかないっていう感じはなかったのでいいと思うんですけど、でね、早く速乾といってもすぐには乾くわけじゃないので、っていうとあれやりたくなるんですけどね、硬化促進剤を塗りたくはなるんですけど、それやるとね塗装がねちょっと塗装にいたずらをするのでね、あほらくっついてない全然。まあこのままちょっと放置しますか。あ浮く、やべやべ、無事、なんかめんどくさくてでも1枚落とした方が良かったのかな。
まあいいでしょうこれで。はい、できた。一応刺さるべきところにはね、しっかり刺さってくっついてるので、パカパカしなければ。するね。まあ大丈夫でしょう。こっからこうやって押していった方がいいぐらいだな。よし、ではあとタイヤをつけて終わりですね。ナンバープレートすで作ってなかったもんね。タイヤをつける前に、あれ？サイドミラーがねえじゃん。サイドミラーもメッキパーツなのでつけていきますか。だけどさすがにこればっかりはちゃんとメッキを剥がしてつけないとまずいだろうな。先にタイヤをつけてからの方がいいかね。ここを持ちながらタイヤつけたりとかするから。あっと、どっちがリアで、前輪がぼっちがある方が前輪、これぼっちがある、これとこれが前輪、後輪。なるほど。よしよしよし。こういう風に懐がね、リフトアップされていい、高いからタイヤが入れやすいわ。ポリキャップでも結構入れにくかったりするからね。奥入った。おお、オッケー、入った。できたよ。わ、たっけ、リフトアップされてる。あ、かっこいいな。結構やっぱ悪くねえな。おお、リフトアップやっぱかっこいいな。このさ、無駄に車高が高いのがすごくいい。かっこいい。無駄って言っちゃいけないかもしれないけど、まあお立ち台に乗せるのは次回かな。感想とね、ちょっとこうまとめ的なお話をさせてもらって、お立ち台に乗せてって感じだね。あ、そうだ、大事なことやるの忘れてた。タッチアップしないといけなかったね。タッチアップ忘れてたわ。まだ時間あるよね。大丈夫だね。タッチアップをやろう最後。何をタッチアップするのって感じだよね。そういうのとかね、ちゃんと説明しておかないとね。特に今日はこれで、さっきのね、瞬間接着剤のところの件もあるから、あのもうこれ以上は触らないようにしたいからね。タッチアップぐらいならいいと思うんで、こうやってね、メッキをね、こうやって剥がして、いやー、でも今日は私ね、お仕事休みだったんでね、まあいろいろね、ちょっとそこら中走ってきたわけですけど、やっぱなんだろうな、暑いね本当で。夜になると結構肌寒くて、寝るときにさ、あの窓開けて寝てるの今は。エアコンつけるほどでもねえしとか思ってさ。だけどで、明け方起き、ちょっと起きちゃってさ、一回寒って起きたんだよね。そう、寒いのよ朝は。あ、なんかちょっとこっち緩いな。まあしょうがねえ。でここに流し込む、メッキ側の方から流し込むようにしてあげた方がいいかもしれないね。メッキ側の方だったらね、
今まで言ってたみたいにメッキに接着剤はくっつかないから表面が溶けることがないんでね、裏側はもちろんね塗装してあるんで塗装が取れちゃう可能性があるので、できるだけで、ミラーもちょっと位置をこう直したんです、固まる前にね。こんなんでいいかな、正面から見て。ちょっとなんか形が悪いかな、こんなもんか。よし、 OK。 あ、取れた。やっぱダメか。まあせっかくだね、もうこのまま放置するっていうことで姫様にお願いしておこう。そうすれば完全に固まってくれるんでね。で、こっち側をはめておいてから下に落とすようにしてはめる。よし、これで OK。OK。で、タッチアップなんですけど、とりあえずこれを使う方法もあるんですけど、どこにあったっけ、最近っていうか、まあ結構前にさ出たじゃない、これ EX アルコール系塗料ガンダムマーカーメッキシルバー、これをね塗ってあげるといいよと、分かりづらくなるんで、例えばですね、今外したこのねところ、こういうふうにゲート処理したところとかがあるので、これを使って、新品かい、使ってなかったんかい俺、これ使わなかったっけ、あれ新品しかないね。新品しかない。ちょっと出るかな。あ、来た。ほら。で、ちょっと拭いとこう。メッキっぽくなるから、まあごまかしだけどね、完璧になくなるってことはないけど、ちょっとこうね。塗った瞬間はねちょっとまだ分かっちゃうんだけど、これ乾くとねまた表情が少し変わってくるんで、割とメッキ感がね強くなったり、ただねこれ下の面をすごく映し出すんで、下の今のゲート処理が綺麗であればあるほどメッキ感が強いよっていうような感じなんでね。だからこうやって見たときにさ、ここにねゲート処理のポチンっていうところがあると思うんだけど、そこの部分をちょっとこう塗ってあげるとか、そうすると分かりづらくなる。まあアルコール系なんでね乾きは早いんでいいと思うんですけど、やっぱりなんかメッキ系のやつっていうのはその言うてもめちゃくちゃは早くないんで、まあ気になるポイントがねあったりしたら、これでねこのマフラーのここの部分とかさ、ちょっとこうちょんちょんちょんってやっといてあげると分かりづらくなっていいですよという感じですね。よし、できた。まあこんなもんでいいでしょう。まあもし他にあったら、気になったらねやってあげるといいと思う。なんだこれ、爪でカリカリやるのはちょっとリスキーだな、やめとこう、触らんとこう。よし、ということでこんな感じにするか、サムネ。ということでね、今回ね、まあ一応組み立てがこれで終わって、メッキ関係のゲート処理はね、最後こういうのでちょんちょんってやると、まあ多少ごまかせますよと。作り手の方っていうのはね、ごまかしたところはよく目につくんで、って感じはあるんですけど、一般的にこう見たりすると意外と気づかなかったりするんで、ただ何もしないと
ちょっとね目立ってしまったりするんですけど、こういうのをね使っておけばそこそこごまかせたりするので、一般的に見た時にあまり気づかれないっていう風になるので、おすすめかなと思います。ということでね、今日はこの辺で、次回ね完成レビューといこうかなと思います。ということで今日はこの辺で、ダンダン。